もっともっと世界ウーマン。この番組は世界で働く女性たちを応援するポータルサイト世界ウーマンがお送りするポッドキャストです。世界ウーマンファウンダーでオランダ在住の藤村ローズと、事務局のマカオ在住の周里子と、ナビゲーターの本田理沙が毎週サイトで紹介された内容をピックアップしながら楽しくおしゃべりします。こんにちは。久しぶりに亀ゼリーが食べたい本田理沙です。今日もローズさんと里子さんと一緒に楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ちょうど昨日食べたよ、亀ゼリー。わー、いいなぁ。いいなぁって、そっか。食べたい。思われるものなのか。そうですよ。ローズさんは亀ゼリー食べたことあります？ありますよ、香港で。あー、そうですよね。有名なお店あるじゃないですか。はい、なんてお店だっけ、あのトンロー湾とかにあったよ。ホイティントンですね。うん、海亀、海亀堂って書くの。あ、そうそう、ね、海天堂じゃないですか。はい、あ、海天堂ですか。はいはい、はい、そうですか。はい、ね、ですね。懐かしいですね。そうですね。なんかあれ食べたら変わったりしますか、体の調子は。あれ何の、私だってなんかあんまり不調が特に分かんないから、まあみんなで、ね、うん、家族で行った時になんか普通に一緒に食べてましたけど、うん、いまいち分かんない。え、里子さんは何か変わります？あれはなんかとりあえず排毒作業みたいな感じ。そう、あ、そうなん、デトックスの、うん、デトックス、そうそう、っていう感じだから、まあちょっとあのトイレに行きたくなるみたいな。そうそう、お腹とかもね、食べた後に、そうそう、そんな感じのイメージが私の中にありますね。そうですね、なるほど、そうなんですよ。で、あの味は私結構好きなんですけど、2人はどうですか？ちょっと苦いよね。そう、うん、苦いのに甘いシロップをかけていただくんですよね。そう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 なのよ、うん、あの苦味がね、あのコーヒーゼリー感覚で、そうそうそう、うん、コーヒーゼリーよりは全然違うけど、うん、思ったことなく、うん、コーヒーゼリー、そうね、苦味ちょっと違いますよね。渋みが加わるか、うんうん、渋みというか、うんうんうん、あ、渋みもあるかもしれない。そうかも。酸味はないですね、多分。酸味はないね。ね、そうだね、うん、はい、そうなんです。でさ、なんかあったかいのと冷たいのあるよね。あったかいのあるんだ。あったかいです。あ、なんかあったかかった気がする。まあ、あ、でもあるかも。どっちもありじゃない。どっちもあるね。私あれ、あの、ま、あるでしょ、うん、マカオ の、 あの牛乳プリンとなんかごちゃ混ぜになってますね。あ、うん、牛乳プリンもね、冷たい熱い選べる、ね、選べるもんね。選べるね、確かに確かに。あれも美味しかったの。あれ、あれがあれね、美味しかった、うん、美味しいよね、うん、本当に牛乳の味。あれも生姜が効いてるんだよね。うん、あ、そう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 、うんうん、そうなんですよね。よく出ました、その生姜。というわけで今回のコラムご紹介したいと思います。はい、うん、はい、今回のコラムは2021年8月31日デンマーク在住の高見節佳さんが書いてくださったコラム、学び実践して体質改善そして伝える立場へ、薬膳との出会いで変わった人生、というコラムからおしゃべりしていきたいと思います。はい、はい、薬膳ですね。薬膳ですよ、うんうん、で、お二人は節佳さんとね、あのオンライン上でお会いしたことありますね。はい、あります、はい、あります。いつもお世話になっております。はい、お世話になってます。節佳さんはどんな方ですか？見目麗しいね、うん、感じの。そう、私はね、節佳さん美魔女だと思うんですよね。年齢不詳、うん、じゃない、うん、あの、うん、私もね、この間のオンライン旅で初めて拝見させていただきました、勝手に。ああ、そうか、はい、そうか、うんうん、そう、本当に、あ、綺麗な方だなと思いましたね。ね、知的でね、うん、そう、落ち着いて憧れてしまいますよ。そうそうそう、そんな感じのお姉さんっていうね、うん、そう、うん、そうなん、そう、見た目はね、でもそう、こうなんていうんですか、おしとやかな感じで、うん、なんですけど、まあ薬膳の知識がすごいね。なんかデンマーク在住の方で薬膳っていうのがなんかまたすごいギャップで面白いなと思いますけど。ああ、確かにね、まあもともとはね、日本であの薬膳の先生をされてたんですけど、うんうんうん、はい、ね、去年かな、デンマークに引っ、そうですね、うんうん、でも ね、うんうん、なんか薬膳っていうとアジアのイメージが強いですけども、うん、あの世界のどこでもできるらしいですよ、節佳さんによると。そうなのよ、どこにいても、
そう、じゃあ、うん、デンマークでもやってらっしゃる。デンマークでもやってらっしゃいますし、うん、とか私はオランダでもう手に入るものを教えていただいてですね、うんうん、春に、うんうん、あの講座やっていただいたんですけども、うんうんうん、やっぱりね言われた食材を食べてみたらね、なんか体調がいい感じもしましたね、うん、あの時はイチゴだったよね確か。イチゴ買いに走って、ね、イチゴ、ね、うん、春でしょ、春だったからね、うん、へ、あと私青魚とか言われたかな、青魚のパエリアとか、うん、あのレシピ教えていただいてね。あ、なんか、うん、あれですか、体質診断みたいなのやるんですか。そうそう、その時はねちょっと見てもらったんですよね、うんうんうん、でもやっぱり季節にもあったものとかもあって、うんうん、そうでした、うん、そうですね。薬膳っていうとね、なんかちょっと難しそうな感じがしますけれども、わかる、あと味が味がさ薄そうな気がしない、薬膳っていう言葉だけ聞くとさ薬膳料理食べに行く精進料理と間違えちゃうみたいな感じのさあ、お肉ないやつみたいな、あの味薄いやつみたいなさ、そうそう、うん、そんなイメージ持ってる人もいるかもよ。いるね。あ、私薬膳って言ったらやっぱりなんかちょっとこの漢方みたいな、なんか苦味とかそのちょっとなんかこう普段食べ慣れない味がしそうなイメージがありますけど、うん、でも節香さんに教えていただいたのはそんなんじゃなかった。全然そんなんじゃなかった、うん、確かに、うん、あ、そうなんだ。普通に美味しい食べ物、もっと身近だったよねはい、そうなんですよ。へ、逆に普段の生活よりなんか引き算していくみたいな感じですか。もっと簡単な。だからね、なんかね、その人にもよるんですよ、うん、あの足さなきゃいけない人と引く必要がある人もいて、うんうんうん、やっぱりそれを分かるにはやっぱりある程度ね知識が必要なんでしょうね。なるほど。そうなんですよ、うん、でも里子さんなんかはね、ほらマカオに住んでて結構こういった薬膳というか、うん、漢方とか結構身近なんじゃないですか。うん、そうですね、あの漢方茶的な、はい、こちらではレオン茶っていう涼しいお茶って書くんですけどね、まあ、はい、レオン茶スタンドがどこそこありますから、やっぱりちょっと不調だなとか言うと、うん、あのレオン茶飲みに行ったりしますし、うん、そう、なんかコーヒー飲み行かないみたいな感じでの感覚でうちの夫がレオン茶飲みに行かないとかっていう感じで言われたりとかして、いや私別に今日はみたいな感じであとあれじゃん、さとこさんちさ、あの旦那さんスープ作ってくれるでしょう。あ、そうそう、作るんですよ、はい、あれもね、思い立ったように、うんうん、さすがと思って、やっぱ関東、まあ、根付いてるよね、うんうん、生活に。あ、でそうだった、あのほら節香さんにさ、あの里子さん、うん、そのスープを飲んでなかったら今頃その肌のはずはないって言われてましたよね。そうそうそう、言われました。そうそう、ちょっとあの旦那さんに感謝しないといけないんじゃないですかこれはそうみたいよ。なんかこの間ね、ちょうどその YouTube もね、あの節香さんとその薬膳に関して撮って、私ちょうど昨日編集してたんですけど、はい、あのね、節香さん言うにはやっぱり本当に私元気ですとかっていうね、その体力ちゃんとあるんですっていう方に限って、うん、実は本当はねエネルギーが枯渇してて、でも今まで平気だったからとか、うん、そのいや今まで大丈夫だったからみたいな、そんなノリでね実は来てるけれども、よくよくあなた体をご覧なさいみたいな、あの自分の体を観察してみて本当はそんなエネルギーなくってよみたいなね、結構そんな人がね多いらしいですよ。え、そうね、大丈夫だと思ってる人こそ。そうそう、で私もね、うん、そうテニスとかやってますし結構運動するんでとか言ったらね、はい、そうでしょうね、でもそう思ってる方よく見てみてみたいな、そんなねあの感じで私も言われて、確かにそう言われればそうだなと思ったんですよ。なんと里子さんだって基本的に私がちょっと不調かなって思う時も自覚症状全くないもんね。まあ鈍感なんですけどね。それで、そうそうそう、で後々考えたらやっぱりかとかっていう感じだったりはしたんだけど、まあ確かにね、ちょっとなんか、はい、もうちょっと大事にしようと思いましたよね、体の声を聞こうっていうかね。うん、でもね、意外と自分じゃ分かんないもんよね。なんかね、あのマカオにいた時のその漢方のお医者さんっていうか、あの中医学のお医者さんのとことか行くと、あの、うん、舌を見て、うん、ベロですよね、あと脈とか手とか見ますよね、あと顔のむくみとか、うん、脈拍ね、はい、
なんかそういうのでチェックして、はいはいって言い当てられちゃうのが本当すごいので、なんか自分じゃ全然わからないんですけど、なんか、はい、そんなんで薬というか、ああいう煎じて飲むやつを処方してくれるんですよね、マカオは。結構高い。そうなんですよ、まあ確かに、確かにね、中国でもさ、ほら物価って当時安かったんですよ、はいはい、どうだったかな、一食学食で食べる、1日で100円生活してないかな、まあ、安かったけど、缶はすごいね、ほら貧乏学生ですから節約してたんですけど、でみんなで競争してた、そのどれだけセーブできたか、楽しい感じのね、はい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 、やっててね、まあ一食かは一日か忘れたけど100円ぐらいで行けたんですけど、漢方薬はね高かった、ああそうだよね、普通にもの日本の感覚で考えても、そのもう中身で変わってくるじゃないですか、そうだね、でもこれがいるって言われたらもう入れるしかないから、高いなと思いながら、聞きますようにみたいな、そうだね、しかも飲もうと思ってもこう煎じて飲むから、ほら時間かかるよね、こう煮出したりするので、そう、あでもね、北京にはね薬局が煎じてくれるサービスありましたよ、それで真空パックに入れてくれて、それもある、それもある、真空パックに入れてくる、で温めても家で飲むだけみたいな、確かに確かに、それもある、そうね、だからね、やっぱ中国圏県にいると身近ですよね、中国確かに、とか漢方とかね、確かにそうですね、なんで私の夫のお母さん姑が作る料理っていうのは基本的にはやっぱり、薬膳としてはすごく身になってるものなのかなっていう感じがしますね、絶対に生姜が入ってるというか、味付けは生姜かニンニクなんですよ絶対、はい、プラス塩、あプラス塩、はい、なので基本的には味を楽しむっていうよりかは香りで食事をする感じでしたね、はい、それニンニクとか生姜がいらない時ってないんですか、基本ないですね、どっちかは絶対入ってますね、それ家でなんか結構精をつけるとか、ニンニクだと生姜は体を温める、そう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 、そうですね、私もねよく使いますけど、まあ、もうニンニクはほぼ毎日使うんだけど、こんなにニンニク、そうですね、使っていいのかなって思うぐらい基本的になんかお母さんがやってたのは基本的には生姜なんだけど、生姜が合わない野菜みたいなのがあるんですよ絶対に、その時はニンニクみたいな感じでした、あーなるほどね、はい、組み合わせもありますからね、はい、そんなでしたね、なんかお二人は節香さんのご指導などもありので、はい、なんか過去になんかこれやったら体質が変わったよみたいな体験ってありますか、体質が変化した、体質がね、そうだね、今これやったら、あれなんですかね、なんかそんなにガッて変わるわけじゃないから自覚的にはあまりないみたいな感じですか、なんだったかな、春の講座ではね、春の講座では春はなんかいろいろ出てくる季節でしたっけね、体の、なんていうの、ほら芽が出てこう成長してくる時で、なんか肝が肝臓の肝かな、肝臓、に不調が出やすいとかそんな感じで、なんか私も確かねちょっとね春先ねなんとなく体調不良を感じてたんですよね、それでねなんかイチゴとかとセロリとか、はい、あ言ってた、あとセロリ、青魚もねとか缶詰でいいって、あそうなんですね、なんかそんなものを食べてなんとなく体調が良くなった気はしましたよ、でねやっぱりねそのシーズンのものなんですよね、スーパーでねセールしてて、なんか嬉しかったですね、安くて健康になれて、なんかそうだよね、そっか、漢方だと薬になるからちょっと高くなるけど、薬膳ってなるともう普段の食べるね、あのスーパーに売ってるものを使うから、ものもね、しかも旬のものだからむしろ安く済むかもしれないですね、そうなんですよ、旬の一番美味しい時に安くで、それは素晴らしい、そう旬のものって多分いいんですよ、うん、だから
ね、秋はね、美味しいものがいろいろありますよね。あ、確かに確かに、ね、日本は特にね、なんか、うん、四季がねはっきりしてるからね、うん、あ、そっか、うん、マカオとかはあんまりないのか。あんまりない、ね、マカオはなんかそうだね、野菜よりなんか果物で、あ、季節が変わったなっていう感じ、ね、そうだね、あ、うんうんうん、それもあるかもしれない。そうですね、うん、まあでも確かに私はあの体質が変わったとかじゃないけど、あのマカオでさっきさとこさんが言ってたその涼しいお茶っていう、うん、リョン茶っていうのがあるんですけど、うん、あれはあの体の熱をね外に出してくれるタイプの飲み物なんですけど、うん、私はあれが合わなくて、あれ飲むとあの寝込んじゃうんですよね、頭が痛くなっちゃって。だから、そんなにもうすぐ出ちゃうんだ。そうなんですよ。だからその節花さんも書いてらっしゃるんですけれども、もうなんか一般的に体にいいよっていうやつよりかはやっぱ自分に合ったものをね取るっていう、そうだね、うん、それ大事みたいですね。そうですね、ちょっともう身をもって経験しましたけど、私は亀ゼリーもダメで、実はそのやっぱり、食べたいのに食べたいのに、そうそう、体に合わなくて寒くなっちゃうんですよ、私寒い体質だから。だから亀ゼリーなんか食べた日にはもう震えるぐらい寒くなっちゃうんですけれども。そんなに、そうそうそう、だからもう本当にそれで、あ、食べ物ってこんなに体に影響するんだと思いましたね、うんうん、へー、うん、だから私のはちょっとネガティブな感じでしたけども、多分あの体に本当に必要なものを取り込んでいくと、もっとあのポジティブな変化があるんじゃないかなと思いますね。うん、ほら、なんか、ま、中華とか薬膳っていうとおかゆとかね、あ、なんか、うん、なんだろう、朝とか朝の気だるい時とか、うん、あとなんか体がちょっと弱ってる時とか、うん、おかゆを美味しいですよね。美味しいですね、うん、中華のおかゆ美味しいわ。中華のおかゆってすっごい美味しいよね、うん、すっごい美味しいよ。あれ作りたいな。だしが違う。あれどうやって作れるの？あれ十分がゆってやつですよね。あの結構ドロドロの。ドロドロ。ドロドロ。そうそう。うん、ドロドロだけど味はちゃんと安くね、ついてる。結構しっかりしてる味は。うん、うん、うんうん。あれね、スープでしょうね。そうだね、きっとね。うん。確かにお店に行かないと食べれない味って感じですけどね。そうなんでね、うんうんうん、作りたいなと思うけどなかなか難しいですよね。はあ、そっか、おかゆか。おかゆっていうとね、日本だと病気の時に食べるものってイメージがありますけれどね。そう、でもね、なんかね、中国のおかゆにの味を知っちゃうと、日本のおかゆちょっと食べたい、なんか足りあれ味ないもんね、日本のおかゆ。あれ美味しくないな。まあやっぱり病人食ですね、あれは。そうそう、病気の時ぐらいしか食べれないね、うん、確かにそうですね。中国のおかゆ美味しいですね。美味しい、うん、前おかゆ鍋好きって言ってたよね。あよく覚えてらっしゃいましたね。おかゆ鍋あるね、中国にあるやつでしょ、ね、食べてみたいのよ。めちゃめちゃ美味しいですそうか、めちゃめちゃ、そうかそうか、うん、出汁が出ててね、そっか、うんうんうん、でもね、最近季節もちょっと秋っぽくなってきました。皆さんのお住まいのところも、もうそうですね、なんか風が秋っぽい、うん、風が変わったよね。うん、風変わったね、うん、まだ日差しはガンガンに暑いけど、あ、そうなんだうん、風は変わった。確かに確かに、うんうん、しかもね、あの中華圏はもうすぐあの中秋節ですもんね。そうだそうだ、そうですね、うん、21日だったかな、うん、月餅食べるシーズン、ね、食べてますよ今週も。食べてます、もう食べてるの、うん、食べてますよもう今週ノルマかなってぐらいありますよ。あ、いいな、1個ぐらい欲しいな1個ぐらいはね、確かに食べたよっていう、ね、味濃いですからね、甘い、うん、うんうんうん、確かにね、もう秋だけどさ、うん、なんか秋の食べたいもの、秋何食べたいですか、うん、サンマの塩焼き。サンマか、え、うん、マカオで手に入ります？あんまりないな。なんかたまにレストランでね、そうそうそう、和食屋で出るときあるかなって感じだけど、うん、でもなんか高いから、高いのにこんななんかサンマのシュッとした魚を食べるのかっていうところで迷います。そしたらいつものサバでいいやってなっちゃうかな。そうそうそうなんですよねちょっと費用対効果
ちょ最近ねサンマってねあの、うん、取れないからすごい高いんですよ確か日本でも。あ本当に。確かにそうだね、うん、高いです。いくらだかちょっと忘れましたけど高級魚になってきたらしいですよ、うん、サンマが、うん、へえそうなんだ。昔はねいっぱいあったけどね。うん、でもこっちでもね冷凍の見かけるんだけど、うん、やっぱりねあの美味しいサンマの味を知ってるからなかなか。そうなんだよ。あとねサンマってほら油が強いから家で焼くとすごい、うんうん、家なんか、うん、家の匂いが大変だから匂いがね、うんうん、今でこそねちゃんと蓋するとかこういろいろ方策を知ってるけど初めてあの北京で住んだ時もね、うん、火事みたいに煙が出ちゃって、うん、そんな大惨事すごかった。そんな出るんだ。油乗ってたんでしょうね。もう1週間ぐらいあの匂いが取れなくてね。いいやつだったサンマ。サンマは怖いって思いました、ね、そうだね。サンマは怖い。なんかそういうね落語でもなんかできそうですよね。何でしたっけ。なんか殿様の話ね。そうそうそう。サンマは目黒に限るっていうんだ。やだ。もうそうですね。あとはまあ鮭と鮭ですね。秋鮭とか食べたいですね。そうかそうか。はい。なんかキノコとかも秋ですよね。あ、うんうん、キノコだよ。そうだそうだ。だそうだわ。芋栗とかその辺。あ、そうだ最近栗出てきましたよ日本のスーパー。出てきました。出てきました。おー秋だねって感じますねやっぱり、うん、私明日マーケットに買い物に行く予定なのでちょっと楽しみ、うん、何栗あのほらやっぱりマーケットに行ったら季節のものとかがよく出てそうで。あ、そっか、ね、まあ、スーパーでもありますけどスーパーよりも多分いろいろあるから、うんうん、楽しみなんですよね。なるほどね。うん、栗ご飯とか食べたくなっちゃうな。あ、いい。栗ご飯、豆ご飯とか食べたいわ。豆ご飯もね。豆は春じゃない。なぜ豆。ああれは春なんだ多分。でもその季節の美味しいものをいただきながら健康になれますからね。そう、ね、そうなんですよ、うん、ね、なんか楽しんでできそうな感じだったよ節花さんの話聞くと。そう、そうなのよ、そうなのよ、うん、でも世界ウーマンではなんとあのイベントがあるんですよね、はい、あ、そうなんですよ、はい、はい、10月ね、うん、1日ですね、10月1日に、はい、節花さんを講師にお迎えしまして世界のどこでもできる薬膳講座、はい、秋の潤い美肌編でございます。はい、聞きました。うる肌ゲット。うる肌ですよ。ちょっと鏡見て自分の見て肌みたいな。いや確かにね最近ちょっとかさつきますよね、うん、かさつきません。うん、なんか、うん、なんとなくなんかやっぱり風が変わったせいか。そう、なんかちょっと、うん、だからぜひねこれで、うん、情報を知りたいなと思って情報そう知識を。そう、あの季節のせいなのかカレーのせいなのか気になるところなんですけど自分の肌のこの調子を見て、うん、季節でしょ。そうなんですよ。なんかねあの節花さんによるとその、まあ、年齢によって、うん、あの女性は7年間タームで少しずつ変わっていくんですって、うん、そうなんだ。体質がね、うん、そうピークは28歳。過ぎてるよ。そこから下り始めるんですけど、はい、まあ、それをできるだけ緩やかにすることはできるんですって。おお、なるほど、うん、はい、だからね、そうなのよ。薬膳の知識をで、はい、ぜひぜひうる肌をゲットして綺麗な、ね、いい素敵なエイジングをませんかっていうことで、あのね、残席がね残り少なくなってますので興味のある方は世界ウーマンのホームページからチェックしてください。はい、はい、そうですね、まあ、こんな方におすすめですと書いてありますね、はい、季節や年齢での体とお肌の揺らぎが気になる、うん、はい、いつまでも美しく健やかでいたい、忙しくて自分のメンテナンスがおろそかになりがちという方ぜひおすすめだそうです。いやね、はい、結構本当おすすめ。私も今まで全くさそういう薬膳とかと程遠い、あのあんまりほら私もベジタリアン、あお肉ないならまあいいやぐらいのそういうさタイプの人間だったからさ、うんうん、薬膳とは結構ちょっとあのか、ね、距離を置いてたタイプだったんですけど、でも、はい、節花さんのお話聞くとね本当になんか身近な感じで、
なんかあ変えていけるんだなっていうか、本当になんかねちょっと目線が変わるかな、なんか自分の体調に、なんか体調の変化に気づきやすくなったりとかするときに、ちょっと、じゃあ薬膳だとどうなるかなって考えが及んだりとかする感じだから、多分体にはね優しくなるんじゃないかしら、ちょっと知識をつけるだけで。なるほどね、なるほどね、なんかそんな難しいことじゃないんですね、やっぱり。あとなんか敷居がそんな高くない感じでいいですね。なんかね、何かをゲットしてこいとかじゃないの、あのクコの実がいるとか夏目を10個いるとか、なんかそういうさ、そういうのじゃなくて、本当さっきね、さっきそのローズさんが言ってたように、今旬のものはこれだからとか、でこれはこういう作用があるからとか、なんかね、ちょうどここにいいねとか、潤いにいいねとか、養生にちょっとそう、蓄えるのにいいね、力を蓄えるのにいいねとか、そんな感じで、なんかね気軽な感じが本当にねいいなって思います。で、せつかさんが何より美しいからね、あ私もああなれるかなとかって思うとさなりたいやっぱりちょっとね、そうちょっとね希望が湧くんだよね。でね、まあ薬膳の世界もね、こう踏み込んでいけばすごく奥深いんですけれども、まあ、今回の講座は入門編ということで、さとこさんとか私とか、あんまりねそんなに知らなかった人でもすぐ、使えるようなことを教えていただけるので、なるほどね、気軽に試してみたいなって方におすすめですね。やっぱりこのお母さんだったり、お母さんじゃない方でも、なんか年を追うごとに悩みが、ほら今自分何食べるべきかなみたいなのもあるじゃないですか、毎日こう今日何食べようみたいな、何作るもあるし、なんか何でもよくなってくるんですよ、もう毎日の食事とかってこう出されそうか、そうもうむしろね考えるのがめんどくさいから、もう食べたくないんだ。そうだよね、そう食べたくない、究極食べたくていいみたいなそういう時もありますよね、確かに。なんかもうめんどくさいからいいやだよね、とりあえず飲んどこうみたいな感じで、それだとダメなんですね、やっぱり。それが積み重なって、あと、こうね、出てくるので、やっぱりちょっと日々少しずつ頑張らないといけないと思うんですよね。やっぱり本当に体を作ってるものって食べ物なんだよねっていうのをすごい実感しましたからね、マカオに行って、日本に帰ってきてっていうと。私ね、でもね、今までね、あんまりほら割とずっと健康できたからさ、割と無頓着だったんだよね。なんかうちの母とかすごい料理上手で、健康な料理食べ物をね作ってくれてたからっていうのもあるけど、でもね確かに、大学で一人暮らしして、夏とかさほら暑いからさ、食欲なくてアイスクリームしか食べない、アイスクリームとお菓子みたいな感じの、食生活になって、確かにね倒れた。あ、そう。れこれはいけないんだと思った。やっぱり。やっぱちょっとね、日々ね、それは極端ですけど、でもやっぱりある程度ちゃんとしないとなと思いましたね。ですよね。やっぱり自分の体調はね、自分で管理しないとわからないから、自分の体のことは他の人にはね。そうね。私最近ちょっと疲れてるんですよね。でも疲れてるのに早く起きちゃうんですよ。どうして？どうしてか知りたいんだけど、私もうちょっと寝たかったんだけどって思うけど、それも中途半端な時間だから、もうこれなら起きちゃうかみたいな感じで、してて、だからちょっと疲れがずっと残ってる気がしますね。なんかやっぱりこう神経の高ぶりとかがあるかもしれないですよね、ゆっくり休めてないってことですよね。最近休みがないんですよ、もう。コロナがね、コロナが明けてきてもサッカーももう忙しいし、週2回試合があるんですよ、トレーニングが週4回に試合が2回あって、週6回も収録結構ね遠いところに試合でね、1時間ぐらい片道運転して連れていかないといけないから、なんかあれだよね、子供のためにできるのは嬉しいんだけど、人のために時間を使うってなんか結構使うんですよね、体力を。そうかもしれない。そうだね、自分
で使う、自分がね好きなことで片道1時間運転するのはいいのかもしれないけど、うんうんうん、そうそうなんですよ。で他のお子さんもね、うん、持ち回りでこうドライ乗せるんですけど、うん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 、乗せなくちゃいけないとかなってやっぱちょっと気も使いますよね。そうですね、それは気を張るよね。それは、うん、来てますね、来てますね。あ、はい、そうだよね、やっぱそう遅れられないっていうのが結構プレッシャーなのかもしれない。ちょっと、うんうんうん、皆さんローズに癒しをあげてください。いやー、ね、ローズ頑張ってって応援お待ちしてますんで。でもヘンリーも頑張ってるからね。私はまあそこで昼寝ちょっとしたりはしてるの で、うんうんうん、でヘンリー大丈夫かなって、あ息子ね大丈夫かなって思ったりね、うんうんうん、あそうだ今ね鼻風邪ひいてますもん。ああそう、心配、そういうの本当に。まあ、風邪だけど直してあげたいなとは思いますね、うん、あと、うんうん、私にうつさないで、うん、どうやっ、まあね、うん、薬膳的にはどうやったら鼻風邪って治るんですかね、うん、そう聞いてみましょう、聞いてみましょう、うん、聞いてみましょうね。あれじゃないですか、でも薬膳はあれですよね、普段のこの体調をバランスを良くするものだから。そう、ね、うん、そう確かにね、ちょっと薬膳と漢方とかなんかその辺がちょっと私曖昧かもしれないですね。お、そうですか、うん、じゃあまあね、ぜひ、うん、これ聞いている方もね、なんかんどっちがどっちだみたいな、何が違うんだろうって思った方はぜひ10月1日、ね、まずそう、まずコラムを読んでください。そして10月1日、うん、金曜日ですね、日本時間の夜9時から夜22時30分ですね、うん、夜21時から22時30分、うん、オンラインで開催される、はい、これですね、秋の潤い美肌編、はい、薬膳講座ですね、はいはい、です世界のどこでもできると、はいはい、すいません、なんか下から読んじゃいましたね私、もう一度、うん、下からやだ。なんかや翻訳しながら読んだみたいでしたね。もう一度正式名称を申し上げますと、はい、世界のどこでもできる薬膳講座、はい、世界中秋の潤い美肌編ですよ、はい、これにぜひご参加ください、はい、詳しくはですねこのエピソードの概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひクリックしてみてみてください、うん、というわけで今回のコラムもう一度振り返ってみたいと思います。今回のコラムは2021年8月31日デンマーク在住の高見節佳さんが書いてくださったコラム、学び実践して体質改善そして伝える立場へ、薬膳との出会いで変わった人生というコラムから3人でおしゃべりをしていきました。ではローズさんから最後の、お別れのおしまいのご挨拶をよろしくお願いします。はい、なんだかちょっと最近は体が温まりそうなものが食べたい気分の世界ウーマンファウンダーの藤村ローズと、うん、はい、私はね何気分かな、とりあえず私もじゃあ亀ゼリーをね食べることにします。また冷やすやつでしょ。冷やすので、うん、とりあえずいいかな、はい、デトックスで私の場合は、はい、うん、の週さとこと、はい、はい、私もそうですね、あったかいのが食べたいのでちょっと中国の十分がゆですね、おかゆ作ってみようかなと思っている本田理沙がお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。世界ウーマンのウェブサイトは www.sekaiwoman.com www.sekaiwoman.com です。エピソードの詳細欄にも URL を記載しています。取り上げてほしいトピックなどございましたら、世界ウーマンサイトのお問い合わせフォームからお寄せください。それではまた次回をお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。